したり、あまり人が行ったことがないような場所にいろんな方法で行ってみてっていうことをまあ繰り返していて、まあ、大学院とかに入って人類学的なこと以上にその芸術の分野でいろんなことをこう捉えられる見方を教えてもらったりして、旅の目的地が少しずつ変わっていきまして、まあ、探検とか冒険のジャンルはとても関心がありますけど、でもその人間の内面とかその精神的なっていう場所にもあの未知の領域が存在することをはっきりとこう実感していくわけで、そうやって旅の目的地がこう変わっていったりしましたね。まあ、物の見方を少し変えるだけで未知の世界が目の前に立ち上がってくるっていうことをあの旅をしながら感じていって、で本当にどんな場所にでもこう関心を持つようになってきました。あの中盤のフィルムカメラっていうので撮影してて、まあ、少し大きなカメラでフィルムもちょっとこう普通のフィルムより大きいんですけど、まあ、1本のフィルムで10枚しか撮れないんですよ。ちょっとこう使いにくいカメラではあるんですけど、その旅の一期一会みたいなものがきちんとこう映る感覚が自分にはあって、ずっとそれで撮影してきていまして、島根半島もそうしたカメラで撮影したいと思ってます。なんかこう間違ったら消せばいいやみたいな感じの撮り方はできませんし、あの念のためにこっちからも撮って、こっちからも撮って、こっちからも撮ってみたいな撮り方もできないので、本当にまあ今そこで出会っているものが、まあ、きちんとそのフィルムに光の痕跡として焼き付くようなものなんですよね。なので僕にとってはすごいこう合ってるっていうか、そういう気持ちがあって使い続けてます。その日本列島を島の連なりとしてもう一回こう捉え直してみるっていうことを大学院の時代からあのライフワークみたいにしてフィールドワークを続けていて、最初はその北海道の北の端の方とか沖縄の南の端の方とか、あよく行って島の撮影とか海辺の撮影をしてたんですけど、そういう島々を撮影していく中で、半分島と書く半島で、まあ、その半島っていうのはあの陸の視点から見ると行き止まりの場所なんですけど、海の視点から見るとそこが入り口になっていて、昔そのあまり陸路が整備されてなかった時代は海路の方があの行き来しやすくて、まあ、海から栄えていったところもあって、で今とはその半島の在り方っていうのが昔と今とでは少し違ってたと思うんですよね。でそういったものをこう想像したりあの考えたりしながら、まあ、その島根半島を今から撮影を始めるわけですけど、あの通って写真を撮りたいなと思ってるんですよ。日本海っていうのが非常に独特で、こう地図で見ると巨大なその閉じた海になっていて、まあ、中国大陸とか朝鮮半島とか、まあ、いろんなところからこう行き来があって、その中でその、まあ、能登半島を撮影していく中でいろんなその人とか物の動きを見ていくと、山陰の日本海側っていうのもすごくこう見てみて、行ってみたいなっていう気持ちが強かったんですよね。その中で、まあ、あの松江とかで、まあ、トークイベントみたいなのをやらせていただいたりとか、少しこう地元の方と縁ができたりして、で松江とかにもこう泊まりながらあのちょっとこう歩いてみたりしながら、この地をもう少しこうじっくり滞在して、で身体を通じてこの辺りを知りたいなっていう気持ちが、まあ、どんどんこう
講じて、うん、で今島根半島を巡りたいなと思った次第です。